2019年、日本政府は労働者不足を緩和するため、外国人労働者の受け入れ拡大を決定。出入国管理法を改正するなど、日本は歴史史上始まって以来、たくさんの外国人労働者がやってくる時代となりました。今回は、来日外国人の総検挙状況グラフ、そして在日外国人による刑法犯検挙状況グラフを真面目にご紹介したいと思います。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。多数の国から文化や言語、そして習慣の違う人たちが訪れれば、国際化が進みプラスになる点がある一方、今までになかった犯罪など治安についての法整備も考え直さなければなりません。しかし、日本国内で検挙されている外国人犯罪の約半数を占めるのは在日外国人であるということはほとんど知られていないのです。警視庁は観光などの目的で短期滞在する来日外国人犯罪の検挙状況は公表。しかし、長期間日本に滞在している在日外国人の犯罪件数については公表していませんでした。元刑事で北京語通訳捜査官の経験のある坂東忠信さんの話によると、永住者、特別永住者、永住者の配偶者、米国の軍人軍属が在日であり、それ以外は来日なんだそうです。そしてこちらが平成27年分の来日外国人総検挙状況のグラフです。1万42人のうち、トップは中国の3637件、全体の 36.2% を占める割合となっており、2位はベトナムの1967人、19.6%。3位フィリピン、4位韓国、5位ブラジル、6位タイと続きます。そしてこのグラフは在日外国人の総検挙状況。外国人労働者受け入れ拡大で国際化社会を迎えるにあたり、自民党の永尾隆先生が警視庁に開示請求したデータです。これを見ると、在日犯罪の総検挙人員は6228人と、実に来日の半分以上の人数を占めていることがわかります。しかし、トップを占める国の割合は来日とかなりの違いが現れているんです。トップは韓国、朝鮮の2920人で、全体の約半数近くになる 46.9%。 2位は中国の1427人、 22.9%。 3位フィリピンの485人、 8%。 4位ブラジルの463人、 7.4%。 残りはペルー、ベトナム、タイ、アメリカ、ナイジェリアと続いています。このデータを見ると、韓国、朝鮮の占める割合がいかに大きいかが見て取れます。そして次のグラフは、来日外国人による刑法犯検挙状況。刑法犯とは、殺人、強盗、放火、強姦、誘拐、窃盗、詐欺など、いわゆる凶悪犯や万引きなども含むデータです。1位は来日外国人総検挙と同じ中国で、1848人の 29.9%。 2位はベトナムの1475人、 23.8%。 3位は韓国の444人、 7.2%。 4位以下はフィリピン、ブラジル、ペルー、モンゴル、アメリカ、ネパール、タイと続きます。そして次は在日外国人による刑法犯検挙情報グラフです。総人数は4720人。ここでも在日1位は韓国、朝鮮の2304人で 49%。 実に全体のほぼ半数を占める割合と突出しているのがわかります。2位は中国の968人、 21%。 3位ブラジルの364人、 8%。 4位以下はフィリピン、ペルー、ベトナム、アメリカ、タイ、パキスタンとなっています。
次は来日外国人の特別法犯検挙状況です。特別法犯とは入管法や DVD の著作権法違反などがそれにあたります。総人数は3855人。来日外国人はやはり中国が1789人と一番多く 46.4%、 2位ベトナム492人、 12.8%、 3位フィリピン398人、 10.3%、 4位韓国252人、 6.5%、 以下タイ、ブラジル、アメリカと続きます。そして最後は在日外国人による特別法犯検挙状況です。これを見ると在日はやはり韓国、朝鮮がダントツのトップの616人。ここでも全体の 41% と圧倒的な犯罪率です。続いて2位は中国の459人、 30%、 そしてフィリピン、ブラジル、タイとなっています。なぜ今まで在日外国人の検挙状況については公表されてこなかったのでしょうか。坂東忠信さんの話によると、警視庁は来日外国人は日本に長年住んでいるから日本人と同じ感覚を持っているんだそうです。これについて坂東さんは、心の帰属が違う人がいっぱいいて、心の帰属が違うから帰化しない人がいると指摘。また坂東さんは、韓国人は血筋的にヤバい方がいるわけではないとおっしゃっており、なぜこういった結果になったかというと、特別永住者と呼ばれる在日には強制送還がないのが問題なんです。他の国の人の場合、万引き一件で次の滞在延長許可が下りなかったりして帰らざるを得ないのですが、韓国、朝鮮系が 99% を占める特別永住者にはそれがないので、犯罪者がろ過されないと指摘しています。これについてはまともに生きている在日韓国、朝鮮系の人たちにとっても非常に困った話で、数字に出すと明らかになるし、ですから在日特権と呼ばれる強制送還がないということはなしにして、犯罪者から送り返さないとどんどん増えていくことになるんです。加えて特別永住者と結婚するとその他の外国人でも特別永住者になれるんです。エジプト系特別永住者やモロッコ系特別永住者などもうすでにいると警鐘を鳴らしていました。ではなぜ特別永住者は犯罪を犯しても強制送還がないのでしょうか。実は初代大統領だったイスンマンが強制送還者の受け入れを拒否したという経緯があるんです。普段は同胞同胞と叫ぶのに、なぜ自国民を拒否するのでしょうか。結果、韓国、朝鮮系の犯罪者たちは行く場所がない宙ぶらりんの状態に。結局、人道的見地からどんな凶悪な犯罪者でも日本に永住を認めることとなり、テレビや新聞ではいつの間にか本名でなく通名報道することが普通となったのです。真面目に暮らしている韓国、朝鮮系の人たちにとってはとんだとばっちりです。一刻も早くこの特権は見直すべきでしょう。現在日本は外国人労働者の受け入れを拡大しています。こういった逆差別をなくし、同様のことが再び起きないよう学校教育でも教えていく必要がありそうです。最後までご視聴ありがとうございました。